よし、うん、おはようございます。よいしょ。海外ドラマをちょっと見てました。ネットでね、うん、ネットで見てました。まあ、ネット関係ないからネットではどうでもいいけど、アインシュタインさんの話でこういうのをちょっと聞きました。同じことを繰り返しているのに違う結果を求めるなんて気が狂ってるみたいな、狂気の沙汰だみたいなね。うん。ドラマで同じセリフが出るんです。だから俺はどんどん違うことをします。俺はパニック障害になってから似たようなことばっかりしてきました。でもそれはその時に必要なことだったんです。で、今の俺、2015年の10月1日の俺は違うことをできるっていう考え方と違うことをできるちょっとした別の方向性を持った何かが生まれてるんでしょ。だから全部が何か、全部というかその違うことをするための準備が整った。もしくは違うことをするように運が、運命がそう動かしているってことです。というわけで俺は違うことをします。16年間と違うこともね、22歳から37歳までの誕生日ですね、今月。運とか運命とか、これは科学です。ちょっと難しい話で、あんまこういうの好きじゃないって人いるかもしれないけど、これは科学です。運命とか運とか宿命とか偶然とかね、必然とかいろんな言葉とにかくあるんですけど、なんか抽象的なね。でも全部科学です。因果律って言います。宗教ではないですよ。宗教も科学ですけど、ちなみに宗教も科学ですよ。原因があるから結果が生まれるんです。宝くじを買ったから宝くじが当たったり外れたりする。これを因果律って言います。宝くじを買わないで宝くじが当たったっていうことはありえません。今の科学ではありえません。ちょっと長くなるな。2分で終わらせようと思ったんだけど、ちょっとすいません。ちょっとカットすぞ。科学者はこの因果律のを破ろうとしていますが、今のところどうなってるのか天才にしかわかりません。早い話が、やってないのにやったことを起こすみたいなことを何かよくわかんないけど科学者たちは考えているようです。意味が俺もちょっと理解できないけど、とにかく買ってない宝くじが当たるようなそういう世界の話を彼らはしてるみたいです。もう一回言いますけど、この関係性というのは繋がってます。宝くじを買ったんだから、まあ、買ったんだから外れることか当たるかどっちかするわけですよね。でも科学者たちは、宝くじを買ってないのに、買ってないのに当たったり外れたりするという結果を求める変な現象を起こそうか、起こそうなり確認しようなりを今してるみたいです。天才たちはね。うん、俺もう意味わかんなくなってきた。早い話がね。もっと早い話がね。バイクに乗ってないのにバイク事故になったとかない、そういう話です。俺バイク持ってないしバイク乗ってないんで家でパソコンしてたのにバイク事故になっちゃったって意味がわかんないからね。家から出てないのに、うん、これが因果律、科学です。ん？画面が白いな。これ LED ライトのせい。うん、顔がよく映ってるでしょ。こうフキフキしたんですよ、綺麗にね。もらってきたとき、親父がしてたみたいだけど、俺も二重にね、もう一回したんけど、うん、スタンドライトをもらったんですよ。LED ライトのね、いいなこれ。でもちょっと光の強すぎなんだよね。飛んでるもん、画面が。まあいいや。もう一回言いますけど、運命っていうのは、これは、決まってます。ただし、決まってるけど、決まってる、マイナスの仕方でよく言うじゃないですか。運命なんて覆してやるって、運命なんか、俺はこんな運命になるかとか、いろいろ言い方あるじゃん。でもね、運命に良しも悪しもないんです。うん、良しも悪しもあるか。なんかそういう感じ方、ほら、アフガニスタンで生まれたら、なんで俺はこんなとこに生まれたんだよとか思うね。でもそれも、まあ仕方ないことで、もう良し悪しも不足もあったもんじゃないね。うん。うん、まとめきれないな。まあ、早い話がない。運、偶然、必然、
つながとにかくもう必然というのはまあなるようになしなってると、偶然というのはほら全く何も関係な考えてない、何もなんもないとこから、あ、偶然出会ったって、偶然あの人に会ったよって、そういう言い方しますけど、この世界に偶然はないし、ナッシングないです。偶然なんてないです。例えばね、俺が東京に行って、東京でもどこでもいいや、この動画を見てあなたと街中ですれ違うことがあるか、ありますよね。どっかそのあなたが見てる世界、あなたが見てる街で、あなたが、俺がコンビニで立ち読みしている姿をあなたは見ることができるか、ゼロじゃないんですよね。で、確率とかそういう数値には置き換えられないんですよね。いや、計算上はできますよ、確率こうってね。でもね、運命とか必然とか、そういう考え方ではね、100% なんですよ。もし出会ったのなら 100%。どういうことかというと、俺が、あなたが見てるとか、もし東京の、なんか、池袋とか出せたと、池袋のコンビニ、コンビニのセブンイレブンとする。セブンイレブン。俺が立ち読みしてたとする。でも、確率で言うとほら、偉いなことになるじゃないですか。昼頃の何時の何万人っていう、この何千万、何千人っていう、この何万人か、あそこは。何万人がこう行き交う街の中の、YouTube 見てる中のさらに、そのさらに、ねえ、コンビニ立ち寄ったの、時間ノート。計算していくと、えらいな確率です。ですが、まず、俺が東京に行ったということと、行ってるということと、あなたが YouTube をこれを見ているっていうことと、そして、あなたと私の時間がそこであったという。うん。これは確率という考え方では、ものすごい数字になりますが、運命とかそういう考え方になると、100% その時その時、あなたと私はそこですれ違う。うん。絶対にすれ違うんです。これを覆すのちょっと、説明が悪かったな。取り直すのもめんどくさいんだよね。ごめんね。失礼なこと言っちゃったね。見てる人に。取り直すのもちょっとね。説明がちょっとまとめろ俺。要素が分解されるんですよね。物事のこと、細かいことは。分解できるんですよ。その中でね。俺、いちいち分解できるんですよって、俺、偉そうに言ってるけどね、ごめん、バカなのに、その中学生、中学もまとも言ってないのにね。要はパーツがね、全部、もう、全部作られてるんですよね、前段階で。で、時間というか、そういう考え方では、うん、余計難しくなって話しやこしくなるな。うん、ごめんね。まあ、とにかく、俺が生きてるってことと、あなたも生きてるってこと、そして YouTube あなた見てるってことと、俺が YouTube にアップしてるっていうこと、そして、俺が東京に行ったっていうことと、あなたがその時池袋で仕事でも遊びでも何かしていたってこと、そして、同じ時間帯にその付近にいたっていうことと、あなたがコンビニに寄ったってこと、俺がコンビニで立ち読みしてたこと、これが全部重なる。うん。重なる。時は重なる。起こり得ることは、まあ起こり得る。伝えきれないな、うまく。もうちょっと簡単に噛み砕けばな、どうせ、そうだね。パーツが全部揃ってるんですよ。俺が東京に行った、あなたが YouTube を見てた、俺を知ってるってこと、俺が、そして、あなたと私が、そこでその時、その時間、出会うってことは、確率って考え方ではすっごいことになるけど、でも、起こり得たこと、起こったこと、起こり得ること、それは、起こって当たり前、なんです。うん。だから、狙ってしたわけじゃなくて、あったってことは、
出会ったってことは、もうこれ、運命なんですよね。で、世の中それでできてます。ん？ごめんなさい。まとめきらなくてごめんなさい。まあ、もっと簡単にして、早い話があって口癖になってんだ。もっと簡単にするとね、俺が天草に生まれたから、俺は天草の人と出会ってると。これ偶然かというと違って、俺の先祖がいて、先祖が天草に住んでるから、先祖が天草から出なかったから。そしてそこで結婚して、子供を産んで、代々、繋がってきたから、俺が生まれた。そして俺が生まれて、俺が学校に行ったから、俺は同級生たちと出会えた。これは偶然かと。違うよね。先祖の代から、さらにその先祖の代、もっと上の先祖の代、その、猿にまで戻って、さらにその猿の上の、アメーバとかも単細胞生物まで戻って、さらに地球が出来上がるちょっと前まで戻って、さらに地球がない世界に戻って、宇宙が出来上がるこれまで戻って、宇宙ができるそのさらに前まで戻って、全部繋がってるんですよね。一つも欠けたらいけないんですよ。パーツは。一つも宇宙ができる前の世界。何かが分からないけど宇宙ができる前の世界。そしてある時何かの原因でビッグバンって言われる爆発が起きた。理由は分かんないからこういう世界が作られたという理由が語られてるよね、ビッグバンっていうのは。そして、ものすごい高温とものすごいエネルギーが放出されて、そのうち冷えていったりして、その塵が重いものとか重くないものとかいろんなもの何かの作用で出来上がって固まってきた。地球ができた。地球ができてそこが冷えていった。そして冷えた後に、隕石かなんか当たったって説があるから、とにかくそこはまあ端折っていい。水というものができた。水ができたらその水がどん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 有機物を作るようになった。水の中で有機物というかアミノ酸というかね、この、まあ、これも、これも端折っていいんだけど、ほんと端折っていいんだけど、こう、水をね、こう揺らすことで、アミノ酸とかいろんなものが結合するようになってしまった。アミノ酸というかまあ、遺伝子の元みたいなね。ちょっと難しく言うと、こう、前、とにかく、何もない生き物じゃない世界に生き物らしき、生き物じゃない半生き物みたいな、無機物と生き物の境目みたいなことが起きて、ね、生き物という分類されるものまでなっちゃったんだよ。まあ、難しいな、この野郎、お前ごめんねとりあえず、ブロックが、波がね、月の引力があって、満ち引きがあって、そのぶつかり合って、ぐじゅ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 こう、水が毎日毎日、何億年もだよ。何億年も毎日、波打ち際でとか、あちこちでぶつかって、合成されていったんだよ。こう、偶然ね。あ、偶然って言葉使っちゃった。偶然じゃないんだけどね。こう、なんかこう、してるうちに、してるうちに、してるうちに、あれ？自分でニョキニョキ動くやつが出てきたよ、と。ニョキニョキ動くやつが出てきて、ニョキニョキ動くやつらがなんか合体始めて、くるくるし始めて、それで、死んだり生きたり、死んだり生きたり、死んだり生きたりするうちに、もっと複雑になって、もっと複雑になって、なんか、むにゅむにゅするもの生まれたよ、と。むにゅむにゅするもの生まれたからって、もっと進んだらさ、今度、毛が生えてやりして、ぐに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 ゴキブリみたいなやつも出てきたよ、と。さらにもっと進んだらさ、まあ、哺乳類とか言われてるような変なものも生まれてきたよって。だって、もうそれからどん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 進んでいったら恐竜さんたち出てきたよって。恐竜さんたちが出てきたと思ったら今度はそれが絶滅しちゃったよって。その中で生き残ったと俺たちの先祖さんたちがさらに先祖さんたちがね、うわぁ、竹槍持って、うわぁ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 ってしてると思ったらこいつらは今度は服着始めたよって。服を着始めたら体毛消えちゃったよって。体毛消えたと思ったら今度は顔かっこよくなっていったよってみんなね。待って、顔かっこよくなったと思ったら気づいたらさ、火使ってたよって。火を使ってると思ったら今度は、家建てちゃって、そのさ、そのうち火で調理して、こう包丁を使うようになったって。包丁を使うようになったらさ、みんな和服とか着るようになったよと。まあそういうわけで、段階をちゃんと踏んできてるんですよ。階段がどこのパーツも抜けてないんです。どこのパーツも。その一つ一つの積み重ねがあって、日本っていう島ができて、その島に、よっしゃ、ちょっと新しいとこに行くかーって、ご先祖さんたちが大移動を始めてね。大移動してみんな大移動で世界中に散りになっていったんだ。その中で、
ね、大陸ね、大陸移動説でもあったけど、プレートテクトニクス理論ってね、プレートテクトニクス理論はもうどうでもいいんだけど、まあそう、あれ気づいたら戻れなくなっちゃったーって海が出てちゃったよーみたいなことになっちゃったよ。まあ、何万年って移動してるからね、みんな歩いて移動してるから。しかもその場所場所で過ごしながらね、もうすごく時間かけてみんなバラバラになって、地域になって地球中に広がっていったんだから。あ、これはちょっとわかんないです、そこは。アフリカで誕生したって話もあれば、世界同時多発で誕生したっていう人類の話もあるし、今は優勢なのは世界同時多発。世界同時に、それぞれどっかでポンポンって変なやつが生まれて、それが混ざり合ったっていう話がある。なんか混ざり合ったというか誕生したって話があってね。アフリカイブ説ってあって、それはちょっと今ちょっと劣勢。もう違うだろうって言われてる。一人の女性から俺たちは誕生したって言われてるけど、まあちょっと違うらしい。まあわかんない、それ。うん、飛んだ。うん、まあいいけ。とりあえず一つも階段を踏み外してない。一つも階段を踏み外してない。全部のパーツが揃って、で、西暦というものができた。キリストスタンスとかそういう話もできた。それ西暦が経ってたら2015年間っていう時間が経って、そうやって10月1日っていう日付があって、そして、あ、今あなたこれ見てんだよ。これは、100億年とかもないけどね、宇宙ができる前、宇宙ができて数百億年にあったっけ？ごめん、忘れた、もう。とりあえず、100億年だろうが数千億年だろうが、うん。宇宙が誕生する前からね、もう1000億年でいいや、宇宙ができてから数百億年だと思うけど、もうそこはどうでもいいか。とりあえず、もうまさに今この瞬間、あなたはこれ見るっていう運命だったんだよ。もう仕事やり終えたって感じがしちゃったよ、まあ、本当にもう、本当に、今まさに、あなたが今その見た時計を見て、その瞬間、一秒のズレもなく、一秒たりともズレなく、今このセリフ聞いてんだよ。もう、一秒もズレないんだよ。一秒もズレなくて、今、あなた時計見たこの瞬間、あなたそこ見る、運命なんです。それが、必然、因果律。もう、原因と、結果。あなたがパソコンなり、スマホをつけて、そして、画面をつけた瞬間に、俺のこれを見てくれた。それは、あなたがその、俺がこれをアップして、あなたがそこにリラックスして、何か知らないけど俺を見ようと思ったっていう、もうそれが原因と、そしてあなたが見たという結果。小さいとこを区切るからね、結果がすぐ出るの。小さいとこを見るから結果がすぐ出るのね。原因と結果。だからもうこれはね、あなたが今これを見た瞬間の今、まさに今、はい、見た、はい、今見た、見た、こうもう、一秒もずれないんだよ。これね、100億年前から絶対にずれないんだよ。100年前だろうが、1000年前だろうが、1000年前に預言師さんがもしいたら、1000年後の今、俺の孫の、ずっと孫の俺の子孫が、聞き耳さんって変な語ってるやつの、なんじゃ、パソコンってやつの画面の、だからアップしたやつの動画を2015年の10月1日に出したってやつを見てんなーって。超能力持ってたやつが、いたらこう言うんだよ。見てるわって。2000年後の2015年の10月1日のアップされた大塚智則っていうやつの動画ってやつをね、なんかよくわかんねえけどさ、YouTube ってなんかよくわかんねえけど、ネットってなんかわかんねえけど、2000年前の俺にはわかんねえけど、見てうわーって。一周もずれてねえわーって。それが、運命。これマジ。意味わかんねえけどマジ。キャラ作るのもきちいなぁ。でもね、これマジだから。これが運命というやつです。偶然というのはこの世に存在しません。でもこれを壊そうとして科学者たちがしてんのね。壊そうというか、どういうアプローチというか分解してみようって考えてんじゃない？よくわかんない天才たちも考えてることは。つまりでもう一回アインシュタインの話戻るけど、ドラマの中で聞いた話でね、あ、胸が痛い、耳が痛いと思ったのが、同じことを繰り返してて違う結果を求めるなんて気が狂ってるよって、狂気の沙汰だよみたいなことね。それで狂ってるよって。同じことを繰り返してるのに違う結果なんか出ねえだろうって。毎日同じことを繰り返して寝て食べてって、YouTube アップして、で適当に動画なんか見てたら、そら同じ結果、次の日も同じ結果出て、それ何年も繰り返してたら同じ結果なってるでしょって。うん、なってる。
なってる。リハビリとかしてるけど、またぶり返してダウンしたりとか、同じこと繰り返してる。じゃあさ、その循環ってやつ、同じような周り、円の動きを、外れてみようかなって。それがこれだよ。今この動いてる行動。まず、常識破り。ネットに電話番号と名前さらす。危険な行為かって？なんのなんの危険じゃねえ。新しい第一歩さ。ちなみにこれ見て、薬やってるとか、なんか変なもの飲んでるとか言うなよ。ただコーヒー飲んで眠気飛ばして、無理じゃないけど、こう、気分が乗ってきたから、面白おかしくしようかなって、頑張ってるだけだからね。見てくれるって方が面白いと思った方が嬉しいじゃん。それだけ。コーヒー、やってんのはカフェインだけ。カフェインだけ。何もやってない。やってるわけねえじゃん、そんな課題悪いもん。ただいさ、安定剤とか飲んでんだからさ。そうだね、カフェインやってるよ。うん、カフェインはやってる。コーヒーを飲んでるからね。でも変な薬やってない。とりあえずこれが運命。意味わかんねえね。意味わかんねえけどマジだから。それだけでやったのがこれ。この動画。何言ってんのかわかんないけど。なんでこんなことをし始めたんだろうってもし思った人がいたら、それ。循環を断ち切って別のことしたいの。別の結果得たいの。じゃ、別の結果を得るためには因果を、因果率を、原因と結果だから、原因を作り直す。原因ってのは悪い意味とかじゃないよ。元の、そういう、行動、求める結果を得るための、求める何かの欲しいための、もしくは分かんないけど、とりあえず今を変えるために路線を変更した。線路がくるくる回ってるんだったら、線路を、レーンを、ガチャン！あ、ガチャン！あ、ガチャン！はい、切り替え線。はい、もう切り替え、踏切の切り替えを、ガチャン！線路の行く道を、ちょっとガチャンって変えたの、横にずらしたの。それがこの行動、聞き耳よさん。これを、電話だとみんなきついと緊張したりするみたいなの。俺もするしね、やっぱ。まあ、YouTube でどうもね、同時多発的にみんなとコミュニケーションができるような機能がついてるらしい。それをその、ちょっと近いうちにやろうと思う。つまり YouTube 見ると、俺とリアルタイムに同時に繋がると。うん。多分文字形式のチャットなんだろうね。あ、話しすぎた。うん、もうコーヒー飲んでるからね。興奮しやすいの。コーヒー俺バリバリ効くのね。うん。で、吐き気するから。だけどカフェに弱いから、その分コーヒーが効くの。だから少しテンションが上がってるように見えるっていうか、テンション上がってます。うん、そして面白く見せたいために変な過剰演出も入ってます。ですが、これが、運命という分岐点を、38の今、38になろうとしてる今、電車がカタンコトン、カタンコトン、カタンコトン、カタンコトンって言ってるとこを、ちょっと違うことをしてみよう。レールの、なんか線路の道を、切り替え線をカチャンって言って動かしたら、いつもやったらカタンコトン、カタンコトンって行くのとこ、カチャン、カタン、カタン、カタンって別のとこに行くのか、バカタン、カタン、カタン、カタンって。どこに行くかわかんねえ。行き先わかんねえ。何もわかんねえ。わかんねえけど、アインシュタインさんとかドラマに言わせると、いつもと違うことしてて、あ、いつもと同じこととしてて、違う結果を求めるなんてクレイジーだよって。耳が痛かったね。そして、当たり前だよね。そうだよね、と思った。同じことをしてると同じような結果が出るんだよ。だから違うことすると、予測できないことは、予測できない、コントロールできないけど、違うこと起きるよって。いつもと違う道にほら、電車を走っていった。じゃあ違う道に、違うホームに行くんだろうね。どっかのステーションに。どっかの街に行くんだろうね。うん。薬やってないからね。ただ、コーヒー飲んだだけ。うん。タイトル何にしようかな。カフェインにしよう。チャンネル登録。好きな人も嫌いな人も登録よろしく。大塚智也でした。&聞き耳屋さんでした。じゃあね、2015年の10月1日、午前10時30分。あなたはこれを、今日アップしたこれを、今この瞬間に見る運命でした。1秒たりともずれはしない。じゃあね。